滝は秋田県北秋田市阿仁田たりの中の、また渓谷奥部に存在する落差約90メートルの滝。庵の滝は標高約800メートルのところにあり、上段、下段の2段に分かれている。落差は上段が約60メートル、下段が約30メートルである。遊歩道入り口には駐車場と公衆トイレが整備されていて、下段の滝までは、 約45分のトレッキング。下段の滝から急な坂を15分登ると広い空間があり、上段の滝壺まで行くことができる。晴れた日の午後には虹がかかることがある。紅葉の見頃は10月中旬から10月下旬頃で、日本の滝百選で第2位に選ばれている。少女、安の秘伝伝説。強皇の頃、安という娘がおり、金山で働く。 九太郎と恋に落ちた。しかし、山では、男女の中はごはっとであり、九太郎の仲間たちも騒ぎ立てたことから九太郎は、友人に、後で迎えに来ると安に伝えてくれと言い残し故郷へ帰ってしまった。しかしその友人は、仲間の制裁を恐れその伝言を安に伝えなかった。それを知らずに安は九太郎を待ち続けたが、一向に現れる気配はなかった。 ある日仲間の一人が、九太郎は、ハットを犯した罪で捕まったからもう忘れた方が良いと言われ、悲しみに暮れる。そして、安は滝から身を投げてしまう。それ以来この滝を、安の滝と呼ぶようになり、この滝に来ると恋が叶うと若い男女が訪れるようになったという。国道105号から、秋田県道308号川辺アニ線を中野、また、渓谷方面へ。 安野滝方面と神戸滝方面分岐の中のまた、橋手前から安野滝駐車場まで安田木林道を約20分。秋田内陸縦貫鉄道は北内陸線、アニマタギ駅から森吉山周遊乗り合いタクシーで遊歩道入り口まで30分。安田木林道は中のまた端から 2.5km は砂利道、駐車場までの残り 2.5km は簡易舗装されていて、 マイクロバス程度までは通れる。遊歩道は整備されているものの起伏の激しい区間がある。夏は、アブハチが多く、月のワグマの生息地である。11月中旬から5月下旬頃までは、雪のため閉鎖される。森吉山、森吉山形立自然公園の周辺は、数多くの渓谷と滝が存在する。安の滝がある中の、また、渓谷の隣、立股渓谷には、 落差108メートルの神戸滝、桃堂渓谷には独特な形状の桃堂の滝など、大型の滝から小さな名のない滝まで含めると、数え切れないほど存在する。ありがとうございます。